ロカーラがこの辺りで行って一気に先頭です。赤い帽子のメジロカーラがここで先頭に立ちまして600標識を通過しました。ドンテスコシチーが2番手であります。マルブツィーナーが3番手に上がってまいりました。キングオブイブキはキングオブイブキは現在4番手であります。うちに浅草センターはちょっと後退、代わってテルノホープが上がってくる。さらに外を通ってバンブトンハーレーには無地が入った。4コーナー回って最後の直線であります。緑の種目に赤い帽子の俵騎手メジロカーラが先頭、うちにドンテスコシチー、マルブツィーナーがすっ飛んでくる。そしてキングオブイブキ武邦彦無地が入る。真ん中からテルノホープが抜けてくる。真ん中からテルノホープが抜けてくる。メジロカーラが先頭だ。テルノホープが来た。テルノホープが先頭だ。テルノホープが完全に先頭に立った。テルノホープ先頭、メジロカーラ2番手粘るか。外から西野チェネルが突っ込んだ。テルノホープ